鳥島は、東、シナ海に浮かぶ島。別名、久米鳥島。行政区画は、沖縄県島尻郡久米島町に属し、島全体を含めた周囲が、軍事施設、鳥島社爆撃場となっていることでも知られる。なお、久米島町内には、沖縄県最北端の島である伊王鳥島があるが、別の島である。 久米島の北約2 8トルに位置する琉球石灰岩でできた砂地の島。大小二つの岩礁からなる。琉球湖の火山フロント上に位置している。島の全域が超有地である。島には軍事訓練によって無数のクレータができている。また、島の周囲は工業場としても知られている。北緯26度35分44.3秒。 統計126度49分59.2秒の地点を中心として、島を含む半径3海里の水域と半径5海里の空域には、アメリカ空軍が管理する鳥島社爆撃場が設置されている。ここでは、空待機者爆撃訓練が行われており、この水域は、使用期間中漁業及び、立ち入りが禁止されている。 1995年末から1996年の初めにかけてアメリカ海兵隊の攻撃機ハリアーが劣化ウラン弾を取島で1520発使用した。米軍が日本に報告したのは1年以上経ってからのことだった。都合4度にわたり弾頭回収が試みられたが250発しか回収されていない。1997年日本側は 鳥島に立ち入ったとしても、その影響は十分小さいとの5社後の調査結果を公表したが、1997年に発表されたアメリカ軍の報告書は、島内の劣化ウラ汚染の範囲を特定し、1から3のクラス分けによる分類を行っている。また、2008年4月9日には、鳥島社爆撃場の区域外に同じくハリアーが250キロ爆弾を、 誤って投下するなどの問題が発生している。同年8月に、久米島町長らが戦場から取島を視察した。ありがとうございます。